あとね、まだこの辺とか、まだこの辺が硬いですから、その疲れって実は足から上がってくるので、はい、それをね、今からしっかりやっていきます。今から本番スタートでございます。頑張ってください。こんな感じ。はい、痛い。これが腰痛とか、うん、に上がっていくところですね。うん。あ、痛い。痛い。ここが硬い。あは。あは。かはは。痛い痛い痛い。痛い、汗が出てくる。受けてるだけなんですけどね。動画で見てた通り、本当に痛いでしょ。みんながああやって言うのが、はい、よくわかる。わかるでしょ。からは音声で編集をしていこうかなと思います。やっぱりね、テロップを打ち込むよりかはこうやってね、人話す方が早いんですよ。本当に音声入力やばい。でね、今押さえているところは便器の泣きどころの筋で痛いんですけども、胃の疲れが出たりとかするとね、やっぱり出てくるところ、あと運転がね長い人とかね、そういう人もね、この場所にね、どう硬くなってくるんですね。なのでね、運転とか、気になる人はね、やっぱりここをね押さえるようにしてみてください。以上、門前整体三つ信でした。皆さんね、左側が痛がるんですね。ああ、痛い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 。あっ。
痛さが全然違いますね、右と。右と全然違う。大体ね、皆さんね、左の方が痛いし、あと左の股関節が痛いって言われてたじゃないですか。だから余計なんですね。うん、うわぁもう痛い。はい、失礼しますね。そうそうそう。ここ。ああ。痛い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